今日は汚れ物を水洗いするのだ。アンマントースター。今日のアンマちゃんでございます。アンマちゃんがね、トースターに興味津々でございます。とうとうプニ家にトースターがやってまいりました。トースターってね、うちなかったんですよ。オーブンレンジがあるんで、それでいいかなと思ってたんですけど、やっぱりトースターって便利だよね。こうやってさ、アンマーちゃんも入れられるし、尻尾が挟まってますよ。気にならないんですか？大丈夫？尻尾が上に行ってますよ。大丈夫なんですか？アンマーちゃんが楽しそうです。それでは本編スタートです。さあ、今日はね、汚れがひどいものを洗っていくという、そういう回でございます。ただ、それだけの回でございます。これらをね、洗っていきます。まず用意するものはね、プーさんの洗面器ですね。こちらを用意してください。それにね、上質な水道水をね、たっぷり入れます。でね、この辺のゴムはね、ハサミで直近と切っていきます。ね。そしてほぐします。こんな感じでいいかな。まあ、あとはね、アビリティクリーンをね、ここにシュッシュシュッシュかけていきます。ケーブルの方ですね。かけていきますよ。そしたらね、ドボンと、水洗いです。雑巾でね、拭くよりもね、確実にこっちの方が綺麗になるからね、汚れがひどい時はね、この方法を使ってます。もうね、全部つけちゃえばいいんですよ。2本目もね、一緒です。コネクタ部分はね、つけてないですよ。ほら、もう真っ黒でしょ？水が。ちょっとね、布でね、こすったりしながら洗えばね、かなり綺麗になると思います。で、コネクタ部分なんですけど、コネクタ部分はね、よく絞ったタオルにね、アビリティクリーンでこすっていきます。ここはね、どうしてもしょうがないよね。でももう一歩の方は汚れがひどいんでね、やっちゃいます。ここにね、直接かけちゃえばいいんです。アビリティクリーンをね。で、しばらく待って、汚れが溶けてきたら拭き取ります。ちょっとね、だいぶ見違えるぐらい綺麗になるんですよ。まあ、この瞬間が楽しいよね。ほら、綺麗になりました。一緒？よし。さあ、次はですね、コントローラーも洗っていきますよ。いやー、ね、まずは分解ですね。汚ねえな、しかしな。ネジは5本です。やっぱりね、綺麗にしてあげてね、使ってあげるのが一番だと思うのでね、やっていきますね。荒々しくね、開けていきますよ。もういろんな部品が落ちまくってますけどね、荒々しくね、開けていきます。それがね、水洗い道っていうものです。このシャフトを取れるんだね。これはね、抜いときます。多分ね、洗ってる最中にね、どっかなくしちゃい所在、なくす、んなくしちゃいつ、んなく、うん。まあそういうこと。で、この部品もね、全部洗っていきます。しかしさ、面白い構造だよね。
初めて見たわ。なんだろうな、ひょっとしたらね、分解したことなかったかも。あのスーパーファミコンのコントローラーどうだったっけな、覚えてないんだよな。この構造初めて見た気がする。うん、まあこれもね、全部洗うかな。うん、さあもう一個のね、こっちもね、荒々しく開けていきます。部品をね、飛び散り明かしながらね、荒々しく。で、アビリティクリーンをね、かけます。そしてね、ハケ、このハケがね、いい。ハケの方がいいよ。布でもいいんだけど、細かいところ入んないから、毛量の多いね、ハケをお使いください。毛量が大事です。これもさ、綺麗になるんだよね。洗えばね、綺麗になる子なんですよ。もしね、汚れ落ちなかったら全部塗装しちゃおうと思ってたんだよね。でもここまで綺麗になるならいいかな。よいしょ、これもね、洗っていきます。そう、前回買ったスーパーファミコンもね、塗装していこうと思って、で、これもね、全部ね、洗いながらちまちまね、やっていくのがこういいです。でね、アビリティクリーンが少量でも入った水はね、汚れが落ちるんで、こうやってハケでね、あとやるだけで汚れ落ちていきます。いや、綺麗になってますよ。でも意外とね、これ綺麗だったわ。まあ、ジャンク品の中でもね、マシだったな。よいしょ、これでね、よく空拭きします。ここもね、なるべく水分取っていきます。取れる水分はね、この段階で取っといた方がいい。で、こちらの基板ね、こんなところにもね、貼り付いてる時があるんでね、取っていきましょう。気づいてなかったわ。これもね、アビリティクリーンかけて、ハケでね、これ結構汚れてたからさ、これで綺麗になるのがね、すごいいいっすよ。あとはね、本当はね、ザルがいいんですけど、ザルがなかったんで、これに入れてね、乾燥させます。そうすると部品が吹き飛ばないんでね、ドライヤーの風で。まあなんか入れ物に入れて、細かい部品は乾かすといいと思います。で、こちらのね、外装も乾燥させていきますよ。いや、いいっすね。楽しいっすね。洗い物。ヒートガンはね、普通のドライヤーより高温なんでね、注意してくださいね。200度まで上がってますからね。水が一瞬でね、蒸発していくんですよ。よし、こんな感じかな。ネジがね、少なめなのがいいよね。外装止めてるネジだけしかなかったわ。すごくいい、作りですね。で、基板の方もね、年代によって作りがやっぱり違うみたいで、まあ当然だよね、バージョンアップしていく感じで、不具合とか治ってるんだろうしね。こんな感じかな。ね、あ、基板にね、年代が書いてあった。1990年と92年、このチップの数も違うね。基板はね、綺麗なんだよな。使いすぎるとね、削れてる部分が出てくるんだけど、それがないわ。いいね。というわけで、次回は丁寧に組み立てです。それでは本日もご視聴ありがとうございます。
よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。まあ、たまにはね、こういう、趣味的な動画、それもいいかな。バイバイ。